ガラスブロックの中に城を建てたんですけど、実はこれもっと使ってないんです。作り方を説明します。まず適当なとこにガラスブロックを置く。撮影する角度を決めて、遠近法を利用した時にその中に建築物が収まるように建築していきます。わかりやすいように黄色ブロックで枠を作りました。この中に作ることでガラスの中に入ってるように見せることができます。枠組みができたらその中に地形を作って、ど真ん中にお城を建てていきましょう。遠くから見た時にもわかりやすいように、あえて装飾は細かくしすぎないのがポイントです。というわけで2時間かけて完成したお城がこちらです。ででーん、どうですか？この角度から見たら完全にガラスの中にお城が入ってるように見えますよね。ただ遠近法を利用してるだけなので、場所を移動するとこんな感じで非常にダサい。あーやめて、それ以上見ないで。というわけで、もっと気になった方はチャンネル登録してフルバージョンの動画もご覧ください。あとね、他にも遠近法シリーズとしてこういうものとかも上げてるので、他の動画もぜひぜひ見てみてね。ってことで、またねー、バイバイ。